NHK の鳥野です、ね、先ほど大井原発の話で避難計画や防災のことに触れられました。具体的にすでにある程度できている避難計画などについて見直しや作り直しなどに取り組むというような考えはあるんでしょうか。今後この避難計画についてはどういうふうに取り組んでいかれるでしょうか。はい、大臣がご来店された時も申し上げましたが、この防災対策、避難計画に終わりはない、完成はないと考えています。したがって、これからも訓練を重ね、検証を重ね、不断に見直しを行ってまいりたいと思います。具体的にどういうところなのか。例えば今回、屋内退避が難しい場合にどうするのかということは、昨年内の議論を経て改善されました。しかし、法令に基づく国のこの避難命令をですね、どう解除して、国内退避から移動するのかという、こういった権限の問題でありますとか、また、そもそも今回も、私たち長浜高島で訓練をやらせていただき、住民の皆様方にはバスに分乗して、一時避難、そして、場所にご利用いただきましたが、こういったバスの車両や運転手の確保というものが実際できるのかできないのか、今回、テーマは違いますけれども、台風被災で苦痛となりました補正線のところにもですね、このバス車両や運転手の手配が随分ご苦労されたということを聞いてますので、広域に被災が広がり、たくさんの方々が長距離移動しなければならない場合に、こういったことが可能なのか、課題があるのかないのか、こういったことも検証せねばならないと思っています。したがって、引き続きよく議論をしながら、訓練を重ねて、計画は見直しをしていくというのが私どもの考えです。中日新聞、高田さん。中日新聞の高田と言います。よろしくお願いします。先週金曜日にあった、人権施策推進審議会に関連して、県が5年ごとに行っている人権に関する県民意識調査の結果を受けて、知事の考えをちょっと伺いたいんですけれども、はい、人権が尊重される社会の実現に向けて、あなたの回答者の思いに近いものを選択してくださいという問いに関してですね、はい、平成18年度には、成り行きに任せるって答えた人が約 12% いたんですが、それが10年経って昨年度は約 23% まで大きく増えたと。一方で自分もその人権が尊重される社会の実現に向けて努力したいって答えた人は 51% いた人たちが、10年経ったら 39.4% まで減ったっていう、その人権が尊重される社会の実現に関して、消極的な人が増えているのかなという傾向を伺ったんですけれども、こういった消極性が生まれる要因というか、あるいはこの結果からですね、知事がどんな印象を受けるとか、ちょっと分析をちょっと伺いたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そのテーマだけで1時間ぐらい取材に応じてもいいようなテーマだと思うんですけど、大事なテーマを取り上げいただいてありがとうございます。私今、すいません、その議論された調査結果を手元に持ち合わせておりませんので、今ご紹介いただいた数値や傾向についてコメントさせていただければと思いますが、私は平和人権民主主義ということを大事にする政治家になりたいと。これは常々申し上げています。したがって知事としても、この人権というもの、人権施策というものについては、大事に考えています。で、例えば、これからの時代、いろんな県の新生物、出していただく文書等にも、必要以上のことを記載していただくことを求めないと。ということで、男女というものを記載する項目を見直す作業などもこの間進めてまいりましたし、
総物がこの人権というものにしっかりと配慮した、またそういったものにも土台とした政策を構築するということは基本だと思います。でその意味で今ご紹介いただいたようなその人権というものを成り行きに任せるっていう人が増えてしまって、そして何かそのためにやろうとする人が減っているというご紹介された傾向というものはもう少し詳しく見てみたいなと思いますが、人権というものに対してそれを守る施策に対して消極的な人が増えているとすればそれは残念な数値ではないかと思います。もしかするとそういったものはきちんと保障されているので、そのことが実感できているので、満足されている方々の数値結果かもしれませんし、しかし周りを見てみれば世の中世界を見てみればそういったものが十分に保障されていない方々が多くいらっしゃって、その方々に対する創造性や配慮というものが十分持ち得てないとすれば、そういうのは教育や情報で関与していかなければならないと思います。したがって広報なども通じてこの人権政策、県の人権政策についてはこれまでも広報啓発 PR を務めてまいりましたので、そういう中でもですね、今ご紹介いただいたようなデータや傾向などについてもよく分析してご紹介申し上げて、県民の皆様方の議論を報道というのを促していけるようにお願いしたいと思います。その他いかがでしょうか。滋賀放置石川さん。滋賀放置の石川ですけども、来年、ミシガンの姉妹提携の50年、50周年という、それから湖南省で35周年ですが、まあ、そういう姉妹提携を県はブラジルのところもどうするしとかやってるわけですが、先だってサンフランシスコの市と大阪市ですね、これが姉妹交流してるわけですが、例でも慰安婦の像の問題で、大阪市の方が、姉妹都市を解消するという形を表明されていますが、実際はその影響が儀礼的な5年に1回とかですね、儀礼的な記念式典等でですね、実際はそう影響がないんじゃないかとも言われてますけれども、改めてこの国際姉妹都市提携は非常に儀礼的になっている、現状みたいな、考えられているのか、成果ですね、具体的に。それと今回のこういう政治的な問題に対して、どういう具合にこう大阪市の対応も含めてお考えになっているのかですね、見てもらえます。ありがとうございます。まず私の立場、私たちの立場を申し上げれば、今ご紹介いただいたように米国ミシガン州1968年から来年50周年の姉妹提携、中国湖南省とは来年35周年に迎える、こういう姉妹関係がある。またこの湖南省とのお間では、私たち滋賀県が誇る平和堂さんがですね、出展されて20周年の節目を来年に迎える。またブラジル、リオグランデとスール州とも姉妹友好関係、いずれもこの3つの地域、いずれも湖つながりで友好姉妹提携関係を築いていた。でこういったものは大事にしたい。そして当然国と国、国を超えた関係ですので、儀礼的なことも大切にしなければならないこともございますが、私たちの誇りはこういった儀礼的なもののみならず、実際的、具体的、そして長期的な関係というのが築けるのではないかと考えます。先般も米国ミシガン州リック・スナイダー州知事がご来場され、多くの県民の皆様方との交流を作っていただいた。また私とは署のコラボレーションパートのイベントも開催することができ、
またこういうトップ同士だけではなくて、この間、ミシガンと滋賀と行き来してこられた州の方々、また県民の皆様方との交流を再確認するような、こういう機会も作られた。滋賀には GCMU があるなどなどで、私は政治的にどうあったとしても、根底に通底する友情関係や交流というのを大切にしたいとしていますので、このことは湖南省との関係においても厳しいこともございました。政治的には尖閣の問題の多いにはですね、しかしそういうものをまさに平和堂さんや関係者の皆様方が培ってこられた信頼関係で乗り越えてこられて、そして続けてこられた、こういう歴史に思いを馳せながらですね、これからも私は大事にしていきたいなと考えているところですし、こういう関係の作り方があるんだということを自信と確信を持って、広く県民の皆様方や全国の皆様、そして世界の皆様方に PR できればいいなと考えています。ただまあこれから国際姉妹として系も、従前だけでいいのかですね、また新しい段階というか、もうちょっと観光にしろ何しろですね、もう少しこの深掘りするような局面も必要かもしれないと思うんですけど、その辺のこれからの国際住まいとしていきだけじゃないんでしょうけど、国際交流の在り方みたいなのを考えたいと思います。はい、滋賀から世界へ、世界から滋賀へ申し上げておりますので、こういった国際関係は大事にしたいと思います。おっしゃる通り、この3地域以外にも福島友好提携しようじゃないか、してはどうかというご提案は確かにございますが、まずはこのご縁があり、長く続いているこの3地域との福島友好提携を大事にしたい。そして、この3地域との福島友好提携の今後の課題ということで言えば、常々申し上げているんですが、次の世代にどうつないでいくのか、やはり青少年、若者の交流、また単なる友好交流だけではなくて、経済交流にどうつなげていくんだということで言えば、今回、近江の茶の PR に出かけていただきましたけれども、そういったビジネスにつながるような、こういう取り組みも思考をしていきたい、こういったことがこれからの課題でもあり、可能性だと考えていますので、課題は克服して、可能性は発現できるようにお互い協議しながら努力をしていきたいなと思います。いかがでしょうか。読売新聞の川本さん。読売新聞の川本です。先ほど今、お話しされてたその大阪市とサンフランシスコ会社について話で、その知事の今素晴らしいお考えと、政治的にどうあっても、その友情を大切にしたいというのは、本当に素晴らしい考えだと思うんですけれども、逆にこう裏返せば、その今の吉村市長が発信している考えについては、知事としてはこういささか、なんか性急な面だったりとか、どうなのかなとか、というふうなお考えがあったりもするんでしょうか。私そのこと何も申し上げません。そういう考えは持ってません。大阪市さんとサンフランシスコ市さんと、またサンフランシスコ市の市長さんと吉村市長がどういう対話をなさって今があるのかということは、その明らかにありませんので、そのことにはコメントします。しかし滋賀県がせっかく培ってきたこの関係を大事にして、政治的にどうあっても通底する友情を大事にできる、そういう関係を続けたいと、その意思でございます。と関連と毎日新聞の大原さん、ごめんなさい、と関連で大事なことだと思うんで、三日月知事が当選された直後ぐらいに、ミシガン州のデトロイトに韓国人文化会館前にヤンフ像ってできてるみたいなんですけど、その当時なんかやり取りはありましたかということと、それを今ご存知でしたか。サンフランシスコの場合は私有地に建てて市に寄付しているので公有地になるというので、韓国人の私有地に建てるのとは、
話のレベルが違うかもしれませんが、当時アメリカ2番目の慰安婦像だそうで、今もあるそうですけども、このこと向こうと何かやり取りされたことはあるか、そのことご存知の上で先のようなことをおっしゃったかというところですが、いかがですか。はい、まず私はその事実を存じておりません。存じておりませんので、そのことに基づく発言というよりは、むしろ広く一般的に考えての、また私が知事としてこの間実践してきたことを表現して申し上げたいと思います。それをご存じになっても特に吉村市長のような選択は考えない。申し上げているように、政治的にどうだったとしても、通底する友情を大事にしたい。したがってこの3地域、3つの州や省との関係はこれからも強化していきたいし、大切にしていきたいというのが私の考えです。その他いかがでしょうか。毎日新聞、北根さん。まだここ滋賀についてるかな。はい、ありがとうございます。あの地域は各県の、アンテナショップがいくつもあるので、激戦地区じゃないか、そこになぜ建てたんだというような件もあったと思うんですけども、それに対して知事はどのように説明されているんですか。そういう問い合わせは私のところにはなかったんですけど、ただ、江戸幕府が開かれたとき、日本橋は近江商人が早くから商売をさせていただいていた地域というゆかりがございます。現に今も滋賀近江にゆかりを持たれる企業の奥様が立地されておられますので、そういうゆかりのある地域にお滋賀を開設するのは誇りに思っています。また確かに激戦区です。他の都道府県も先んじて、そして素晴らしいアンテナショップを開設されておられますので、そういったものを見習ったり、そういったものを目標にして、この間、準備をしていたり、こういうこともございます。むしろ、そういう周りにもたくさんある地域だからこそ、できる取り組みをですね、連携したり、切磋琢磨したり、また中央区長に面会に伺ったときには、中央区として、そういうマップも作りながら、区民に紹介するようなこともやろうと言っていただいてますので、むしろ集積のメリットを生かしていきたいというのが私の考えです。ご連絡よろしくお願いします。そろそろお時間でございますが、他にございますでしょうか。はい。新聞の話。すいません。またちょっと入ってます。原発問題なんですけれども。はい、関西電力の社長が福井県知事に会ったときに、使用済み核燃料の中間貯蔵施設を福井県外に作りますと、伊賀知事言ってるんですよね。福井県外に作るということは、滋賀県の可能性もあるということなんですけれども、このような発言についてはどう考えられているんでしょうか。どういう内容、どういう文脈でおっしゃったかというのは分かりませんので、そのことにはコメントできないんですが、いずれにしろ条約を整備することは今大切な課題だと思っています。で、現在の中間貯蔵というものがそれぞれの原発施設において許容量に近い状態になってきているという意味においては、これまた切迫した課題だと国や事業者の皆様方が持ってらっしゃるという、このことは私も認識を共有したいと思います。現時点で滋賀にそういう話が事実もございませんし、そういうあった場合どうするのかという仮定の話には答えている状況ではないというのが私の考えです。大丈夫でしょうか。それではこれをもちまして、本日の知事の定例記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。